とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。お気づきの方も多いかと思います。声が、ものすごく反響してます。引っ越しをするので、家具を先に送ってます。部屋の中が空っぽなので、ちょっとね、声がものすごい反響しますので、ご了承ください。すいません。今日は、古代狩り、3周行きます。この前がもうとにかくひどかったのよ。古代人が全然いなくて。今日は、頼むよ。行きましょう。一応3周行きます。ここか。まあ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 。いいんじゃないですか。あ、そうか。ここツタのアーマー出るんだ。そうだそうだ。これ生きたツタのアーマーが出るから、そうかそうか。別に外れっていうわけじゃないな。あーまあ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 。機械化ソーブレードか。仕方ないね。見回りか。こここそいらないかな。あ、いやでも防具がなんか出る可能性があるか。まあまあ楽勝だし。ちょっと待って。こいつらは、あ、いける。ツタいけるわ。あ、おお、やった。マジか。強子出るんだ、ここ。強子が出るみたい。これは嬉しいね。強子のアーマー、ゲットです。いいね。いいよ。いろんな古代人が出てきてくれて嬉しい。うん、この前とは打って変わってなんか、いい感じに出てきてくれるな。おう、で、古代人も、あれだね、このツタのアーマー、効果があるっていう、これ素晴らしい。もしかしたらこれ無敵でもさ、足止めできるんじゃない？だとしたらすごいよ。いや素晴らしい、素晴らしい。一周で4体の古代人、これは素晴らしいよ。じゃあ、おお、何？ああ、ホグクロスもいりません。でも嬉しいな。1周目おしまい。いい感じ。これ2周目、3周目もだいぶ期待ができるかもしれません。いきましょう。なんだ？あー。惜しい。でもピグリンアーマーそんなに俺は好きでもないんだよね。まあまあ、エンチャントはよろしくないので、いらない。他もいりませんね。次。全部ノーマル品いりません。谷の小玉とかもいいかなと思う。オートクロス棒はいらないね。いやー、今使ってもおそらく弱いでしょ。前はね、なんだろう、その、出た当初は、この連射でボス倒したりとかしてたけど、今はちょっと、通用しないんじゃない？いらないね。いらない。まあいらないな。はい、2周目いってみよう。おお、まさか、あった。2周目絶対無理と思ったのよ。これね、チェストの数すごいよ。俺こんな多いの初めて。見て、56個チェスト。これは絶対ね、古代人いないだろうと思ってたけども、出た。まさか。洞窟が単純に多かったんだな。あ、やば。いや、でもいける。ここはちょっと待って。ああ、もう多分ツタでね、足止めできてると思ったんだよな、あれって。まあいいや、とりあえず、無知、全然いりません。うわ、動画撮るの忘れてた。最悪だ。まあいいや。最後こんな感じでしたね。不安定なローブ、全然いらない。しだれたツタ、これもいらない。で、ウィザーのアーマー、いらないね。まあ他もね、全然いらないやつでした。はい。まあ道中がね、宝箱56個って最高記録だったから、ちょっとテンション上がったんだけども、商人ではよろしくなかったですね。
ということで、ラスト3周目、気合い入れていきましょう。フロストワーデンが出ましたね。今回もちょっとね、チェストの数が28個とちょっと多めなんだよね。そうね、古代人2体、おお危ねえ !2 体ぐらいが、限度かな。おお、いいよいいよ、フロストアーマー素晴らしい。おお、なんか久しぶりに見た気がするな、ウィーバー。行きましょう。さあ。あ、余裕だね。やっぱりこのツタのアーマーだと。全然、敵が近寄ってこないんで。うん。これはね、やっぱね、素晴らしいね。ピンクスコンドレル。それでは、3周目も終わりました。行きましょう。最後いいの来てくれよ。頼んます。おお、シメグ。いや、でももうシメグは別にな。最高のやつがあるから別にいらないんだ。いらないね。いりません。シメグ。吸血か。いりませんね。うん、いらない。次、全部ノーマル品です。いりません。ノーマルか。いらないな。おお、このね、影化中の追加の魂が得られる。これはね、すごく欲しいんだよね。で、でも他がね、いや、悪くはないんだ。一番左のところが、クールダウン入ってれば採用だったかな。うん、雷フォーカスとエナジーがついてるんで、よかったんだけどな。惜しい惜しい惜しい。次。お、勇者はダメか。ダメだね。骨コンボ、よろしくない。はい。ダメです。商人の調子が最近悪いな。まあ、今日出たやつ、チェックしていきましょう。ユニーク品結構多めだね。まず、スノーアーマー。いりません。コグクロスボウ、もともと弱いからいらない。ムチ。いらない。はい。では、武器からいこうか。機械化ソーブレード。これってやっぱね、痛みサイクルがどうしても強いんだよな。この武器って。なので、いりません。どうだ強固なアーマー。いらないな。全然いらないよね。はい。フロスト。ダメだね。よろしくないね。ピンクスコーンドレル。いやー、ダメだな。ダメだね。火力としては悪くないかもね。追い打ちとクリティカルでしょ。で、バーストボーストリングついて、アーティファクトチャージで、まあまあ、そこそこのダメージは出せそうだけど、いらないかな。はい。ということで、今日も、いいやつは一個もね、残らなかったね。まあ、ある程度のやつはもう入手してるんで、そっから、他のいいやつを選ぼうとすると、ちょっとやっぱ難しいわ。欲しいのは結構あるんだけど、なかなか出てきてくれません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。